グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。チェルシーのチャンピオンズリーグ、CL 優勝に、大きな貢献を果たしたことで、フランス代表 MFA、ゴロカンテを、今年のバロンドール候補に、凄えが強まっている。英国ブックメーカーで、上位候補の一人に急浮上してきたようだ。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、チェルシー、現地時間29日に行われた CL 決勝でマンチェスタ・シティと対戦し、同国対決を1-0で制して9年、リ2度目の優勝。中盤でチームを支えたカンテ、マンオブザマッチに選出される活躍、優勝の立役者の一人となった。決勝だけでな、カンテは準決勝のレアルマドリードとの2合わせでもマンオブザマッチを受賞。欧州、ハエの貢献度は非常に高く、チームメイトやディアなどからバロンドール受賞にふさわ、意図する賛辞が相次いでいる。A、トークスポッツが伝えたところによれば、カンテはブック、カーのオッズでもバロンドール候補に級上。ラリーガ得点王の FW リオネル・メッシや、リエー得点王の FW クリスティアーノ・ロナウドを抜き去り、候補の3番手に浮上したとされてる。ベトフェアによる31日時点のオッズでは、パリ・サンジ・ルマンのフランス代表 FW キリアン・ムバッペ 3.25 倍で、バロンドール最有力候補。今季リーグは得点王に加え、CL でも得点ランキング2位の活躍見せていた。ブンデスリーガ新記録の41得点を、ゲタバイエルンミュンヘンの FW ロベルト・バンドフスキが 5.5 倍で2番手。カンテは 6.0 倍で3番手位置し、8.0 倍のメッシらを上回っている。今年は大ユーロ2020などのビッグイベントも残っているが、うつつ点ではこれらの選手がバロンドール候補とて有力視されているようだ。りょう。